はい、皆さんこんにちは、レクチェン2コースの川原です。では2023鑑定論、飲酒対策講座講義編、第1回講義を行っていきます。論文式試験において鑑定理論は、記述をしていく、論文と計算をしていく演習という形で、出題形式が分かれていきます。でこの演習対策講座というのは文字通り演習の対策として、まずですね、初めに受けていただく、講義編6回ですね、答練編2回の講座ということになってきます。で演習というのは一言で言うならば、基準留意事項の理解を前提としてそれを具体的な事例に当てはめて、電卓を使って計算していく、計算問題ということになってきます。ではちょっと実際の本試験問題を使いましてですね、確認をしていきます。はい、これ実際の本試験問題です。過去の本試験問題は国土交通省のホームページに、PDF データがアップされてますので、誰でも見たり打ち出したりすることができます。でこれ打ち出してきました。型はですね、 A4 版の縦型の、問題用紙になっています。拡大しますと、これは令和3年の、本試験の、演習問題ということになってきます。令和3年演習問題ということになってきます。で100点満点ですね。で試験時間2時間ですね。論文式試験3日間になるんですが、演習は最終科目ですね、3日目の午後の科目ですので、午後1時半から3時半で2時間で試験解いていきます。でちょっと注意事項ありまして、縦さんのところを見てくださいね。問題用紙は表紙を含めて22ページとなっています。かなりの分量ですよね。20ページ近くの問題量があります。対比的に記述をしていく論文の方はですね、同じ A4 版なんですけど横向きで、表紙を含めても2ページ程度しか、問題量はありません。一方鑑定理論ですね、演習はですね、かなりの問題量ですね、20ページ前後の分量の多い問題ということになってきます。あとは、続きの文章ですね、回答用紙は表紙を含めて9ページとなっています。やはり、記述をしていく論文の方はですね、2時間で2問解いていくんですけど、1問あたりの回答用紙が1ページ25行 ×2 ページで、50行ですね。それが2問なんで2セットですね。論文の方は1ページ25行が ×2 ページで、それが2問なんで2セット。つまり表紙を含めても5ページが、論文における、回答用紙になってくるんですけど、一方演習の方は令和3年の回答用紙ですね。回答用紙は B4 版になってきます。表紙がありまして、で9ページぐらいで、結構やっぱ分量もありまして、実際はね、上こうホチキス止めがこうされている形になっているんですが、で見ていきますと、まず特徴としましては、このように回答用紙にあらかじめこうね、項目立てが記述されて印刷されています。あらかじめ回答用紙にですね、項目立て、例えば問いの1の証文の1は対象動作の最有効種を記述する、で証文には求める価格の種類という形で、あらかじめ項目立てがされています。記述をしていく、論文の方でね、本当に行だけです。行だけ当てられて、特に、項目立てが、印刷されていません。あとは例えばこういった形で計算していくので、計算式ですよね、枠付きの計算式、この枠の中にこう数値を入れて計算していくって形ですね。あと例えば問いの1証文1というのは3行で回答を記述するって形で、こう行数制限が出されています。記述をしていく論文の方は、例えば証文が3つあったとする場合には、証文3つあった場合には50行の中で証文ごとの分量というのは、それぞれの受験生が自分で判断する、証文ごとの分量というのは記述をしていく論文の方は自分で分量を判断していくって必要があるんですけど、一方演習の方はもう行が決められて3行内で回答を記述していかないから、行数制限がされているというのも一つポイントになってきます。で演習というのは計算問題なんですけど、高度な計算は不要です。微分とか積分とかそういった計算は不要で、単純にいわゆる指則計算ですね、足し算引き算掛け算割り算で計算することができます。ただ演習の難しいところは、この大量の問題文だから計算に必要な数字をこう、見つけ出す、そういった作業が必要になってきますので、それで、こう演習特有の問題、大量の問題ね、効率的に、こう
読み込む、そういったね演習得意の問題の読み込みに慣れるということが演習においてはこれ重要となってきます。で、演習というのは数字を使って計算をしていきますので、手法の理解が促進されるんですね。数字を使うもですね、手法の流れが分かりやすいです。なのでぜひ、演習と論文ですね、相関連ですね、相乗効果を意識して学習するようにしてください。要は理解を伴った基準類似項の暗記を計算していく演習の生かすとともに、数字を使って手法の流れを理解したことをですね、この記述をしていく論文の方でですね、こう役立てるという形ですかね、相乗効果を意識して、演習と論文ですね、学習していくようにしてください。はい。で、これからやっていく講義編ですね、全6回なんですけど、こちらの演習対策テキストというですね、テキストを使いまして講義編についてで講義を行っていきます。全6回に分けてですね、内容としては基本的な参照ですね、原価法、取引事例、過去収益還元法、あとは、さら地の鑑定評価に特有の、開発法ですね、あとは新規賃料を求める証のうち積算法ですね、あとは最終回で実際の問題を使いまして演習特有の問題の、ね、読み込み方ですね、問題に読み方について学習をしていきます。はい。で、お手元のテキスト表紙のところをちょっと見ていただきたいんですけど、演習対策という表紙ですね、事前に講義を、受講する上でこう準備してもらいたいものがありますので、そちらについてちょっと説明をしていきます。表紙のところをちょっと見てください。はい。演習対策講座はですね、電卓を使って講義をしていきますので、事前にですね電卓を準備していただく必要があります。で、その選ぶ際のですねポイントを説明していきます。はい。表紙のところ、電卓選択のポイントというところを見てください。まずは縦1、おおむね12桁まで計算できるもので、縦2、数字の表示が大きく見やすいものを選ぶようにしてください。こういった形ですかね。だいたい手のひらサイズぐらいの大きさのものは、あまりちっちゃいとですね、やっぱ入力ミスしやすくなってですね、計算ミスをしやすくなってきますので、手のひらサイズぐらいのもので、で、だいたいそういった大きさのものを買っていただければ、桁としましては 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 という形で12桁、12デジットってこの電卓示されて、桁という意味なんですけど、12桁ですね、だいたい手のひらサイズのものを買っていただければ12桁表示されるよね、そういった電卓になっているはずです。で、続いてまた続きの文章を見てください。タッチさんから、最低限 GT 機能、メモリー機能がついているものを選ぶようにしてください。つまりこう電卓の、ボタンとしてこう GT というボタンと、あとはこの M プラスとか M マイナスというボタンですね、これらのボタンがついているもの、 GT 機能とメモリー機能というんですけど、これらのボタンがついているもの、例えばこちらの電卓ですと、ボタンの位置が、ちょっと違ったりするんですけど、 GT とこう M プラス、 M マイナスってありますよね、この2つの機能ですね、この2つの機能が備わっているですね、電卓ですね、選ぶようにしてください。大体これも手のひらサイズのものを選んでいただければ、大体ね、この2つの機能はついているはずです。で、続いてまた文章のところ戻っていただきまして、縦音、ソーラーパワーだけでなく電池も内蔵しているものを選ぶようにしてください。つまりはこう電池のみならず、こうソーラーパワー、ちょっと見えますかね、ソーラーパネル、いわゆるねツインパワーってやつですね、今後ツインパワーとか、電池とソーラーパワーですね、両方備わったもの、電池だけですと電池切れの恐れがありますし、ソーラーパワーだけですと暗いところでね、動きが鈍くなったり表示が薄くなったりしますので、両方備わっているものを選ぶようにしてください。だいたいこれも今の電卓はですね、両方備わっているような、そういった電卓になっているはずです。あと、こう願書に記載されているんですけど、縦語のところを見てください。紙に記録する機能、プログラム入力またはプログラム記憶機能のない計算機能のみの関数電卓は不要となっています。要は高度な電卓は選ばないでくださいね、ということになってきます。で、一応講義においてはですね、講義においては、一応メーカーとしましては、私長く使っているこのカシオ製と、あとはシャープ製と、あとはこうキャノン製ですかね、一応3社の電卓ですね、
使っていきます。だいたい量販店などで行っていただいて、こう電卓売り場行っていただくと、だいたいこの3つのメーカーがメインとしてこうずらっと並んでると思いますので、まあ、手のひらサイズぐらいで、まあ、3000円から5000円ぐらいのものを選んでいただければ、今指摘したあの要件満たされた電卓になるはずです。なので今まだ電卓準備されてない方はですね、あのぜひちょっと今講義受けるのを止めていただいて、こう電卓を準備していただいた上でこの後の講義ですね、受講するようにしてください。あともう1点ありまして、はい、この下の枠のところを見てください。講義においてはマーカー投資をして講義を行っていきます、はい、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルのマーカーと赤と青のペンを各自、ね、準備いただくとありがたいです。マーカーは、ね、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルですかね。あとは赤と青のちょっとした太めのペンですかね、まあ、ここでちょっと使い分けて使っていきますので、ちょっとね余計な費用をかけてしまうかもしれない、かけさせてしまうかもしれないんですけど、ちょっとマーカー準備していただきまして、講義ですね、あの受講するようにしてください。はい、では中身入っていきます。お手元演習対策テキストの目次等々を飛ばしていただきまして、1ページ目開いてください。はい、テキスト1ページ目開いてください。よろしいでしょうか。では、第1編としまして、取引事例比較法について学んでいきます。では初めにという文書のところを見てください。基準によれば、取引事例比較法はまず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらにかかる取引価格に必要に応じて事情整備、事前修正を行い、かつ地域用に比較部、個別的用に比較を行って求められた価格を比較考慮し、これによって対象不動産の資産価格を求める手法である。この手法による資産価格を基準価格というと規定されていると示されています。定義、論文対策としても重要ですね。もうパッパパッと早い段階でいるようになっていただきたいんですけど、適用過程としましては、まずは取引事例確保は、多数の取引事例収集ですね。事例の収集。その中から適切な事例を選択して、で選択した取引事例の取引価格に、事情補正、事前修正、さらには地域要因、個別的要因比較、まあ、要因比較を行うという手順が取引事例確保ですよね。取引事例化の適用過程は、まず事例の収集、で事例の選択、で事情補正、事前修正、要因比較ですね。こういった手順を、ね、踏んでいきます。では第2段落見てください。試験ではあらかじめ取引事例が収集されているため、適切な事例の選択以降の作業を行うことになります。事例の収集はですね、問題であらかじめなされているということになってきます。つまりは、例えば令和3年の本試験ですと、これね、令和3年の本試験ですと、このようにですね、資料3という形で取引事例の概要という形で表の形で、あらかじめこう取引事例がもうね、収集集められています。これは3年ですと、事例イロハニホヘイトという形で、まあ、7事例ですかね、与えられています。この中から適切な事例を選択していくって作業が必要になってきまして、そこから、皆さんの判断が必要になってきます。事例はあらかじめ収集されていますので、表の形、事例表という形示されていますので、ここから適切な事例を選択ですよね。例えば3事例選びなさいという形で問題文で示されているならば、こう3事例選んでいくところから皆さんの判断が必要となってきます。はい、で続きの文章を見ていただきまして、はい、最終2行を見てください。試験において取引事例確保は更地に適用することが通常であるため、本編では基本である更地確保を求める場合について学習するとなっています。今までの演習問題で必ず処理が求められているのが、取引事例確保を適用して更地の批准確保を求める適用過程です。これ必ず処理として過去の本試験で出題されていますので、まずはこの基本形であります、取引事例価格を適用して、こう更地価格を求める過程について学習をしていきます。はい、では2ページ進んでください。
はい、ローマ数字1というところを見てください。定義がフローの形でナンバリングされてこう示しているところになってきます。今読んだ定義がですね、適用のフローという形でナンバリングされて示されています。で、このナンバリングのうち、丸4、5、6というところを見てください。丸4、取引事例の個別適用の標準化を制、丸5、地域要因の比較、丸6、対象不動産の個別適用の格差修正となっています。これ何を行っているかというと、要因比較、地域要因、個別適用の比較を行っています。要因比較のやり方が7章の基準で、こう前段と後段と分かれて2つのやり方が示されていたんですけど、覚えてますかね。前段が直接的に要因比較を行う方法が示されてまして、後段がそれぞれの地域において個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法が後段で示されていました。で、この丸4、5、6という形で示されている適用過程は、これ間接的な要因比較の方法が示されています。もう少し具体的に、では3ページ真ん中図のところを見てください。3ページ図のところを見てください。では同一受給圏内の右、近隣地域内に土地の面積500平方メートルの対象不動産が存しています。で、一方同一受給圏内の左、類似地域内において土地の面積400平方メートルの取引事例、取引価格総額は1億トンで640万円、でこれ面積で割った単価が26万6000円で取引されています。で、4位比較というのは対象不動産と取引事例の地域で個別的に比較を行っていくんですけど、具体的には要因を比較することによって要因の格差を修正して取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていくという作業が要因比較の作業ということになってきます。で、直接的な要因比較の方法というのは文字通り取引事例と対象不動産を直接比較して要因の比較をして要因格差を修正して取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていくって作業なんですけど、ただ、不動産特に土地というのは個性が強いので直接比較をしてしまうと両者の価格の違いがそもそも損する地域が違うからなのか、いやいやそれぞれの個性が違うからなのか、何が原因かが把握しづらいことになってしまいます。なので間接的な要因比較の方法というのはそれぞれの地域、近隣地域、類似地域、それぞれの地域においてこの標準的な土地というものを設定して標準的な土地を介在することによって要因比較を行っていきます。近隣地域内の標準的な土地と対象不動産を比較すれば対象不動産の個性が際立っていきます。同じように類似地域内の標準的な土地と取引事例と比較すれば取引事例の個性が際立っていきます。さらに類似地域内の標準的な土地と近隣地域内の標準的な土地を比べれば、要はこれ、ね、地域の標準、地域の価格水準を表してますので、要はこれ地域の違いが、ね、把握しやすくなってきます。標準的なものを設定することで個性を際立たせ地域の違いを把握しやすくする。要因比較、比較の精度を高めるやり方がそれぞれの地域において個別的要因や標準的な措置を設定して間接的に要因比較を行っていく方法ということになってきます。なので図のすぐ下文章のところ、地域要因や個別的要因の比較は通常それぞれの地域における個別的要因や標準的な措置を設定して行う方法を用いていくんだということになってきます。実務においても演習においても通常要因比較はこの間接的な要因比較の方法で行っていくんだということになってきますで、この間接的な要因比較の方法というのは段階としては3つの段階を経てですね、処理を行っていきます。まず第一段階としましては、取引事例と類似地域内の標準的な土地を比較して取引事例の個性をなくして類似地域内の標準的な土地の価格を求めていく作業です。これ標準化補正と言います。丸4で何番にかかる標準化補正と言います。事例の個性をなくして事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていく作業がこれ丸4ですね、標準化補正と言います。続いて類似地域内の標準的な土地と近隣地域内の標準的な土地と比べて比較して類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準や近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業がこの丸5、地域要因の比較ということになってきます。
続いて近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく作業がこの丸6ですよね。個別的要因の格差修正ということになってきます。間接的な要因比較の方法というのは段階としては3段階ですね。標準化をして地域要因の比較で個別的の格差修正でね、過程を経て取引事例の価格から対象不動産の価格を、ね、求めていきます。でこの3つの段階が丸4、丸5、丸6という形でナンバリングされて示されていたのがこの2ページ丸4、取引事例の個別的要因の標準化を制、丸5、地域要因の比較、丸6、対象不動産の個別的の格差修正ということになってきます。でこの取引事例が適用のフローですね、適用の流れ、じゃあ実際計算においてはどのように計算を行っているかというと、はい、下映ってください。式を使って計算をしていきます。示されているのは基準となる値、基準値を100とした取引事例加工の計算式と略号というものがですね示されています。で略号というのはこのゴシック体の 一文字で示されているところになりまして、左からこと、とき、表、地、こ、面という形で示されているんですが、これ何を表しているかというと、それぞれの場面においてどのような処理を行っているかということをですね示している略号になるんですが、下に説明されています。こと、というのは事情補正でして、時というのは時点修正、表というのが取引事例の個別的な標準化補正、地というのが地域の低く、ことというのが対象動作の個別的な格差修正で、面というのが面積の反映ということになってきます。で式の中で100が入っているところがありますよね。分母分子にこの100というのがあらかじめ数字が入っているところがありますよね。100、100、これは基本的には所与前提とすべきもので、計算においては100を入れれば良い箇所ということになってきます。100が入っている箇所というのは基本的な処理を前提とすべきもので、計算においてはこう100を入れて、まあ、処理をしていく、ね、そういった部分になってきます。要はこの文書で書かれているところありますよね。例えば事情補正のところの分母のところ、取引事例の取引事象にかかる補正率、この文書で書かれているところについて問題文から代入すべき数値をですね探し出して、でそれを代入していくという作業が必要となってきます。ざっくりとこうね、ざっくりと暗黙のルールとしましては、下のライン分母には、下のライン分母には事例資料、つまりは分母には将来形で取引事例の数値を入れていくんだということになってきます。下のライン分母には事例資料、つまりは取引事例の数値を入れていきます。分母には取引事例の数値を入れていきます。一方上のライン分子にはですね、分子には求めるべき将来形で対象不動産の数値を入れていきます。上のラインですね、分子には求めるべき対象不動産の数値を入れていく、ね、そういったルールということになってきます。迷ったら下が資料ですね、取引事例の数値、上が求めるべき、まあ、対象不動産の数値ですね、まあ、そういったルールになっているのということになります。はい、ちょっと一旦ね切り替えのここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、第2ユニット講義の進めていきます。ではテキスト、2ページ開いてください。はい、2ページ下では取引事例加工のこの基本式ですね。じゃあ具体的な数字を使いましてもう少し詳しく確認をしていきます。じゃあ3ページ上計算例というところを見てください。3ページ上計算例というところを見てください。枠の中に資料にもつく数値を入れて、まあ、計算していく処理なんだということになってきます。でこうナンバリングされてますよね。丸1から丸8という形、これがこの2ページのナンバリングと対応していることになってきます。でそれぞれ処理ごとにですね、ナンバリングごとに下留意点という形で注意点が示されてますので、この留意点とともに代入すべき数値ですね確認していきます。はい、まずは上の計算式のところですね。取引事例加工というのは取引事例の取引価格から批准をしていきます。では採用すべき取引価格はと言いますと、はい、下留意点の丸1見てください。丸1、通常単価による批准であるので最後に対象動産の面積を乗じる必要があります。
使うべき取引価格は総額ではなくて、総額を面積で割った単価を使って批准をしていきます。単価批准です。取引事例確保は単価批准です。採用すべき取引価格は単価です。ただ結論は総額として求めていきますので、最後面積を乗じるかける必要があります。単価からスタート、単価批准なんですけど、結論は総額として求めていきますので、最後面積を、ね、乗じる必要があるんだということになってきます。2ページ下の計算式のところを見ていただきますと、一番左ですよね、取引事例の土地価格ね、取引価格、これ単価ですよね。単価から批准、単価批准です。ただ結論は一番右側、総額として結論を求めていきますので、最後面積をかける必要があります。でこの求めるべき総額、結論というのは対象不動産としての総額を求めていきますので、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積をかけていきます。つまりは3ページ最後に対象不動産の面積を乗じて結論総額を求めていくんだということになってきます。なのでこう真ん中図のところを見てください。この図ですと取引事例の総額と単価が与えられているんですけど、使うべき取引価格はこの単価ですよね、26万6000円を使って批准を行っていきます。なので単価引っ張ってきまして、スタート時点この26万6000円ですね、こちらを代入して単価から批准をしていくんだということになってきます。単価批准ということになっていきます。続いて ② 事情補正です。事情補正についてはこの後詳しくやっていきますので、ここでは問題文で120という数値が把握できて、それをこう分母に代入するとしましょう。詳しくこの後やっていきますので、ここでは問題文で120という数値が把握できて、それを、ね、分母に代入するとしていきます。で続いて ③ 時点修正です。時点のズレを修正していきます。留意点 ③ 見てください。はい、留意点 ③ 見てください。取引時点を100とした取引事例ごとの価格時点の価格指数をチェックしていきます。それぞれの事例ごとに取引時点を100とした場合の価格時点の、まあ、価格指数、指数というものが示されています。でチェックすべき、代入すべきものは取引時点の指数じゃなくて価格時点、要は取引事例に関わる数値なくて価格時点、要は対象不動産、価格時点の指数なので、これ対象不動産に関わる数値を代入していきます。取引事例に関わる取引時点の指数じゃなくて対象不動産に関わる価格時点の指数を代入していきますので、なのでこの2ページ暗黙のルールとして、対象不動産に関わる数値は上のライン分子に代入をしていきますので、なので3ページ上、例えば問題文で価格時点の価格指数が 101.2 と与えられたとするならば、それを分子ですね、対象不動産に関わる数値は上のライン分子に数値を代入していきます。時点修正は分子補正ですね。取引時点の指数じゃなくて価格時点、要は対象不動産に関わる数値なので、対象不動産に関わる数値は上のラインですね、分子に代入をしていきますので、なので例えば 101.2 という形で価格時点の指数が与えられるとするならば、それを分子に代入して修正をしていきます。時点修正は分子補正です。ちなみにこの 101.2 という数値はどういった意味かというと、取引時点を100とした場合の価格時点の指数が 101.2 ということは、取引時点から価格時点までの間において価格水準がこれ 1.2% 上昇しているということを表している数値ということになってきます。続いて ④ 標準化補正です。取引事例の個性をなくして事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていく作業ということになってきます。チェックすべきものは、排除した留意点丸を見てください。取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。代入すべき数値は取引事例の個別適用にかかる評点をチェックして代入していきます。で真ん中と図のところを見てください。では左、類似地域内の標準的な土地の評価の点数、まあ評点というんですけど、それが100と与えられていて、
一方取引事例の評価の点数評点が例えば全面道路の、ね、道幅が狭くてマイナス 2% の減価が発生していて、まあ、98という形で評点が示されていたとしましょう。類似地域内の標準的な土地の評価の点数評点が100と与えられていて、一方取引事例の評価の点数評点が98と与えられていました。でこの場合においてでは標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には評点が198と与えられているとするならば、標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には評点が198と与えるとするならば、計算においてはどのような計算を行うかというと、それはこれかける 0.98 を行えばいいということですよね。標準的な土地の価格から取引事例の価格を求めるとするならば、評点が198と与えられているならば、標準的な土地の価格にかける 0.98 すれば取引事例の価格は求められるってことになりますよね。では逆に取引事例の価格から標準的な土地の価格を求める場合には、まあ、標準化補正を行う場合には計算としてはどのような計算を行っていけばいいかというと、要はこれかける 0.98 の逆の計算をすればいいということですよね。標準化補正の計算としまして、これを要は割る 0.98 を行えば取引事例の価格から標準的な土地の価格、要は標準化補正の計算を行うことができるんだということになってきます。でこの割る 0.98、 鑑定理論においては割り算は扱いづらいので掛け算で、掛け算の形で変換していきます。で掛け算の形にして分数表示にしたものが、はい、上の計算のところ、このかける98分の100です。これ割る 0.98 してるってことです。割る 0.98 を掛け算の形で分数表示にしたものがかける98分の100ということになっていきます。で、代入すべき数字は 2.04。取引事例の個別テクニカル評点。取引事例に関わる数値は下のライン、分母ですね、分母。なので分母にこの取引事例の個別テクニカル評点98を分母に代入していきます。分母に取引事例の個別テクニカル評点代入していきます。標準化補正はこれ分母補正ということになってきます。分母で補正をしていきます。続いて ⑤ 地域要因の比較です。事例に損する地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく作業ということになってきます。でチェックすべきものは、はい、下⑤見てください。取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックしていきます。代入すべきものは取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックして代入していきます。でまた図のところを見ていただきまして、では右、近隣地域の評価の点数評点が100と与えられていて、左、類似地域の地域要因評価の点数が評点が例えば駅地下でプラス 15% 増加が発生していて115と評点が与えられているとしましょう。115です。近隣地域の評点が100、類似地域の評点が115。では類似地域の地域性をなくして近隣地域の価格水準は近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には、要はねこの地域要因の比較の計算としましては、これどのように計算を行っていけばいいかというと、100、115と与えられているので、要はこれ割る 1.15 を行えばいいってことですよね。近隣地域の評点100、類似地域の評点115ならば、類似地域の標準的な土地の価格から近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には割る 1.15 を行えばいいということです。地域要因比較としては。で割り算扱いづらいので掛け算の形にして分数表示にしたものが、はい、上の計算例かける115分の100です。これ割る 1.15 をしています。割る 1.15 を掛け算の形で分数表示にしたものがかける115分の100ということになってきます。で代入すべきものは、取引事例の損する地域の地域用にかかる評点、取引事例に関わる数値なので取引事例に関わる数値は分母でしたね。下の分母に代入していきますので、この類似地域の地域用にかかる評点115ですね、上の計算で分母に代入していきます。
取引事例に関わる数値は分母です。地域要因の比較もこれ分母補正ということになってきます。で、地域要因の比較1点注意点がありまして、下の留意点丸5、続きの文章のところを見てください。事業目後半、取引事例が近隣地域に存する場合は地域要因の比較は不要となるブランク番を記入するんだということになってきます。つまりこの図のところで、この近隣地域内に取引事例が存する場合には、これ地域要因を共通にしていますので、地域要因の比較は不要となってきます。なので、その不要だってことをね、理解を示すために、この計算式のところ、分母のところにこれ、ね、ブランクですね、バー、地域要因の比較不要なんだって形でこうバーをですね、入力していくことになってきます。では続いて丸6、個別的要因の格差修正です。対象動作の個性を反映させて対象動作の価格を求めていく作業ということになっていきます。チェックすべきものは、留意点丸6、対象不動産の個別的要因にかかる費用等をチェックしていきます。代入すべきものは、対象不動産の個別的要因にかかる費用等を、ね、チェックして代入していきます。なので、図のところ近隣地域の標準的な評価の点数が100と与えられていて、で、対象動作の評価の点数が、例えば稼働値とかでプラス 2% 増加が発生していて、102という形で評点が与えられているとしましょう。近隣地域の標準的な土地の評点が100、一方対象動作の評点が102と与えられていました。では、近隣地域の標準的な土地の価格から対象動作の価格を求めていく場合には、要は個別的の格差修正の計算としましては、これどのように計算すればいいんでしょうかね。標準が100で対象動作が102と与えるとするならば、要はこれ、かける 1.02 を行えばいいということで、かける 1.02 を行えばいいということです。で、このかける 1.02 を分数表示にしたものが、はい、上の計算で、これ100分の102ですよね。これかける 1.02 を分数表示にしたものがかける100分の102、ね、かける 1.02 を行っています。で、代入すべきものは、留意点、対象不動産の個別的要因にかかる評点ですので、対象不動産にかかる数値は上のライン、分子ですよね。なので、分子にこの対象動産の個別的要因にかかる評点102を分子に代入していきます。分子に対象不動産の個別的要因にかかる評点を代入していきます。個別的要因の格差修正は分子補正ということになってきます。で、最後結論、総額として求めていきますので、面積かける必要があるんですけど、対象不動産の面積を乗じる必要がありますので、つまりはこの取引事例の面積400平米をかけるんじゃなくて、この対象不動産の面積、この500平米ですね、この500平米を最後代入してかけることによって結論総額として求めていきます。で、これ実際あと電卓を、ね、打って計算していくんですけど、電卓の入力としましては、上のライン分子は掛け算、下のライン分母は割り算ということですね。例えば事情整ならば、かける100割る120という形で以上入力するということですね。ただもう少し効率的に電卓入力していきます。では枠、効率的な電卓の使用法というところを見てください。評点等100で除した数値を入力することで処理を簡便化していきます。どういったことかと言いますと、例えば事情線のところを見てください。分母分子を100で割っていきます。そうすると、まずこの分子が100で割りますと、これ1になって計算不要になりますよね。なので、この120を100で割った1.2、分母なんで、要はこれ割る 1.2 という形で電卓入力すればいいんだということになってきます。あと、例えば個別的な格差修正のところ、分母分子100で割っていきます。そうすると分母がこれ100で割りますと、やっぱり1になって計算不要になりますよね。なので、この分子102を100で割った1.02、分子なんでこちらはかける1.02という形で電卓入力していけばいいんだということになってきます。はい、じゃあ電卓打っていきましょう。手元電卓準備してください。
お手元電卓準備してください。で枠の中見ながらね電卓打っていきましょう。でまずは単価ですよね。266000入力する266000です。で次で自浄性、分母に120があります。120を100で割った 1.2 分母なんで割る 1.2 ですね。割る 1.2 入力してください。割る 1.2 入力してください。続いて自転修正、分子に 101.2 があります。 101.2 を100で割った 1.012 分子なんでこれかける 1.01 ですね。かける1.012入力してください。続いて丸4、標準合成、分母に98があります。98を100で割った 0.98 分母なんで割る 0.98 で、ここで1点、注意点がありまして、分子のところこの割る 0.98 入力する際は0は入力不要で 0.98 と入力すればこと足りるんだということになっていきます。つまりは電卓ですね、もう一度割る 0.98 入力する際には0は入力不要なので 0.98 で割る 0.98、 そうすると勝手に 0.98 ですね。0入力しなくても割る 0.98 で勝手に 0.98 となります。0入力不要なんだということになってきます。で続いて地域用に比較、分母に115あります。115を100で割った 1.15 分母なんで割る 1.15 ですね。割る 1.15 です。割る 1.15。 続いて個別的な格差修正、分子に102があります。102を100で割った 1.02 分子なんでこれかける1.02ですね。かける 1.02 で最後対象動作の面積、じゃあ500ですね。かける500でイコールをしてください。そうすると101514242485みたいに出ませんかね。そのままちょっと置いといていただきまして、で留意点08見てください。留意点08、はい、留意点08、結論総額は通常上位4桁目を視野にして上位3桁を有効数字として求めていくんだということになっていきます。結論は上位3桁有効数字として求めていくのが通常ということになってきます。つまりはこの電卓の表示ありますよね、101514285なので上位4桁目5を四捨五入して、要はこれ1億トンで200万円ですよね、が結論総額ということになっていきます。計算例はね、1億トンで200万円で、四捨五入した場合に使うべき記号がありまして、それがこのイコールの上下に点々がついたこの記号ですね。これニアリーイコールと言います。四捨五入した場合にはこのニアリーイコールという記号を使っていきます。はい、これ取り切りで書こうね、基本式計算流れということになっていきます。で初めてなんで一応理屈的なものを含めて丁寧に説明しましたが、慣れてくるとどこに何を入れるかというのを、ね、淡々と処理できるようになってきます。初めはね、分母分子逆にしちゃったりとかね、間違えたりすると思うんですけど、繰り返しやっていけばもうどこに何を入れるかに慣れてきますので、まあ、繰り返し行って、適切に代入、ね、することができるように行うようにしてください。はい、じゃあそれぞれの処理ごとにですね、もう少し詳しく確認をしていきます。はい、で4ページ進んでください。はい、じゃローマ数字、事例の選択から確認をしていきます。事例何でもかんでも選べるわけじゃなくて、選択要件がありましたよね。下縦1、事例選択4要件というのが示されていました。はい、じゃあ文章のところを見てください。基準は取引事例は原則として近隣地域または同一需給圏内の類地域に存する不動産にかかるもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産にかかるもののうちから対象不動産の最優交渉が標準的仕様と異なる場合等には同一需給圏内の代替競争不動産にかかるもののうちから選択するものとするように書く言葉指定のほか、次の要件の全部を備えなければならない。1、取引事情が正常なものと認められるものであることを、また正常なものに補正することができるものであることを、2、自転修正することが可能なものであることを、3、地域用の比較及び個別的用の比較が可能なものであることとなっています。事例選択4要件ですね。キーワードを言うならばゴシック体のところ、1要件目が価格関連性もしくは場所的同一性と言いまして、2要件目が事情の正常性または正常性可能性、3要件目が自転修正可能性、4要件目が要因比較可能性と言ったりします。
演習においてこのキーワードを使って4要件ですね、示しても構わないんですけど、記述をしていく論文の方ですと、このキーワードをですね、使わないようにしてください。これは演習特有のキーワードだと思ってください。つまり論文の方でこう事例選択4要件説明しなさいとなった場合には、しっかりとこの基準の文言ですね、フルで引用してください。このキーワードは使わないようにして、これ演習特有のキーワードだとね、理解してください。で、この1要件目ですよね、1要件目。端的に言うならば、ライバルとなる事例を選びなさいという要件論でした。で、1要件目というのは、場合が大きく2つに分かれてきますね。1要件目というのは、場合が大きく2つ。最優秀手が標準的手法と一致する場合と異なる場合で場合が分かれてきますね。じゃあ異なる場合ってどういった事例を選びなさいっていう要件論ですかね。異なる場合というのは同一時給圏内の代替競争不動産を選びなさいってことでした。ただ演習によっては異なる場合というのは通常出ません。通常ね、一致する場合、最優秀手が標準的、一致する場合が通常です。ただ一致する場合も原則例外論に分かれてきましたよね。例外は必要をやむを得ない場合は、ね、例外論ですね。例外論、必要やむを得ない場合にはどういった事例を選びなさいってなってましたかね。例外論、必要やむを得ない場合は近隣地域の周辺の地域に存在する不動産を選びなさいというのが必要やむを得ない場合です。それやっぱり演習によっては必要やむを得ない場合というのは、ね、出ません。つまり演習における1要件目というのは事実上は1行目、近隣地域または同一受給圏内の類似地域に存する不動産取引事例を選びなさいというのが演習における1要件目ということになってきます。で、この4要件のね、4つ目、地域要因個別適用の比較が可能なものであることってありますよね。この個別適用の比較が可能なものというのは具体的にはどういった内容でしたかね。2章で学んだ分類概念に置き換えることができますよね。個別適用に比較が可能というのは2章でいうところの同じ類型のもの、同類型のものを選びなさいということです。つまり更地について取引事例比較を適用する場合には、取引事例も同じ類型の更地の取引事例を選びなさいというのが、この個別適用の比較が可能なものとの要件論ということになっていきます。ただ異類型の取引事例を選ぶことができる場面がありましたよね。何かの方法を適用することで、衣類型複合不動産の取引事例を採用することができる場合が、さら地の評価においてもありましたよね。さら地について取引事例比較を適用する場合、どんな方法を適用する場合かというと、この縦にですね、配分法というものを適用する場合には、衣類型複合不動産の取引事例を採用することができます。文章のところ、さら地価格を求める場合の取引事例比較では、複合不動産の取引事例について配分法を適用することがあります。配分法、具体的には次の基準は、取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されている衣類型の不動産に代わる場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不動産と同類型の不動産以外の分の価格が取引価格等に判明しているときはその価格を考慮し、ここまでが前段ですね。前段の方法、または当該取引事例について各構成分の価格の割合が取引価格新規投資等に判明しているときは、当該事例の取引価格に対象不動産と同類型の不動産の部分に代わる構成割合を乗じて対象不動産の類型に代わる事例資料を求める方法が配分法ということになってきます。方法が前段と後段に分かれてくるんですけど、さら地について適用する場合には、前段は複合不動産の価格から相手方建物価格を控除して、さら地価格、さら地の取引事例ね、事例資料を求める方法で、これいわゆる控除法といいまして、後段は複合不動産価格にさら地価格の割合を乗じてさら地の事例資料を求めていく、これいわゆる割合法というのが後段ということになってきます。前段がいわゆる控除法、後段がいわゆる割合法と言われるものということになってきます。で、5ページ上へ移ってください。5ページ上、演習問題においては前段のいわゆる控除法を適用させるのが通常となっています。実務においても演習においてもこの配分法を適用する場合には通常ですね、前段のいわゆる控除法で適用していくのが通常です。2行目、さら地の事例資料配分法、いわゆる控除法を適用して求めることができる場合の3要件が示されています。配分法、いわゆる控除法を適用してさら地の事例資料を求める場合の3要件が示されています。あと1要件目、括弧1、事例不動産がさら地部分を内包している複合不動産であることが1要件目必要となってきます。さら地評価対象となる権利は何権ですかね。所有権です。
なので選択すべき不動産も敷地利用権が所有権でなければ、まあ、更地を内包しているとは言えないということになっていきます。具体的には敷地利用権が所有権であります地建てもしくは貸屋敷の取引事例を選びなさいというのがこれ1要件目の、ね、要件論ということになってきます。更地分を内包している複合不動産であることが必要ですので要は、ね、敷地利用権が所有権なければならないので具体的にはこう地建て貸屋敷の取引事例を選びなさいというのが1要件目ということになってきます。2要件目括弧に建物価格が判明していることまたは建物価格を求めるための資料が与えられていることです。考慮すべき建物価格が判明しているということまたはその建物価格を求めるための資料が問題文で与えられていることが2要件目ということになってきます。で3要件目これ更地について配分法を適用する場合の特有の更地特有の要件論なんですけど括弧3敷地が最優交渉の状態であることが必要となっていきます。更地常に最優交渉が可能な類型なので配分法を適用する場合の複合不動産も敷地が最優交渉の状態にあるものを選ぶ必要があるんだこれ更地特有の3要件目ということになってきます。はい、で縦さん不採用事例というところを見てください。本試験では事例の選択要件に対して不採用とすべき事例があればその事例番号及び不採用とすべき理由を述べることが求められる場合があります。事例の選択ね採用不採用の判断から皆さんの判断が必要になってくるんですけどその際にどの事例を採用したのかよりもどの事例を採用しなかったのかその、ね、採用しなかった不採用事例について不採用理由を回答に記述することが求められる、ね、過去の本試験問題があったりします。要は事例選択4要件のいずれを書くのか複合不動産の場合にはこの配分法の3要件のいずれを書くのかそれを回答用紙にこう記述する、ね、そういったことが求められる、ね、場合があったりするんだということになります。はい、じゃあちょっと一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。